ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりましたミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆと、ギーリオこと木更木リオと、サッチーこと小友サチと、ハナミンこと花瀬美久の5人がお送りしてます。せーの、はじめまーす。始まりました、ミルクセーキ大作戦。10月ももう中旬だね。ハロウィンも近くなってきたね。ためになったね。ためになったよ。ダメ、もう中や、懐かしい。はい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、 メールアドレスはにじ@771fm.co.jp nyj@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、アプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで聞いてください、ミルクセーキでイジアゼ。
の今日はメッセージ紹介のコーナ ー、 あの今回募集したメッセージテーマはあのハロウィンが近いということでハロウィンに関するエピソードでした。早速ミックら読んでいきましょう。はい、はいはい、ラジオネームコロンダさんありがとうございます。ありがとうございます。毎度おなじみになりたいコロンダです。ハロウィンって私が子供の頃にはなかった習慣ですからね。天の声さんより実年齢上ですから苦笑実生活だと特になくて渋谷のスクランブル交差点で若者がバカ騒ぎするニュース映像のイメージかな。あ、個人的にはコスプレ衣装でライブした時の物販でチェキを取った思い出ぐらいですな。ミクちゃんがコスプレしてみたい衣装でもいいよって言ってたので時代劇の水戸黄門とか何これ遠山の金さんとか座頭市とかやってみたいと思ったりしてます。イエーイ。以上です。なんで愛は時代劇なんかポンポン出てくるのカバ持ってくるか目に入らぬかやろ、うん、月さん隠さん懐かしい。いやでもそうよね、あれよね、スクランブル交差線よね、やっぱり、交差線もうダメだね、今日ねでも今年ってさ、コロナやんか、ね、そうなるんやろ、でもなんかそれでも、うわーってする若者はいそう、多分いますみたいな感じでニュースになってそう。コロナのコスプレしたやつがおると思うあのウイルスみたいなやつ来て、コロナって書いてあるやつ来てで、それでぶつかり合いしてほしい。そう、ぶつかり合い、インフルエンザみたいなのもおると思う、ね、バイキンで就活、就業してるマスクもおりそう、マスクマスク、絶対おる絶対おもろいやん。え、自分がマスクになるってこと？そうそう、大きなマスクになってる、でっかいマスクになる。そう絶対おもろい。なんかさ、2人がゴム役で真ん中が普通のマスクで、三脚悪いって二人三脚みたいなあ、かわいい。なんかさ、ハロウィンマジ何でもありになってるよね、うんうんうん、すごい。いや、でも仮装考える人もすごいよね、なんか、なんかこれをしようみたいなさ、うん、こう頭のさマネキンとかをさ上に乗っけてこう頭が大きい人したりとかさ、うん、想像力がすごいなって思う、うん、本当に仮想大会やもん本当に、ね、本当にすごい。なんかでもそういう人たちって1年間をそれのためにつぎ込んでそう、あ、考えずっと考えてるやろね。ハロウィン11月12月はもうあの抜け殻終わった俺の1年も終わったみたいな感じになってるから。すごいよね。でもいいと思う、水戸黄門とか全然ありやろ、うん、うん、普通に笑う、やってきてほしいですなんか傷だらけになっとってほしい負けしたい、負けしたい、なんで負ける。いや、なんか私の個人的なこだわり、ハロウィンのこだわりはコスプレと仮装をなんかね一緒にちょっとしたくないから、こう、ハロウィンのコスプレ、ハロウィンの仮装をしてほしいから、だからお化けであってほしい。そう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 、負けちゃったみとか思えそう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 いいやないかな切ない。じゃあ次行きたいと思います、はい、ラジオネームイリップさんいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます、メンバーの皆さん、天の声さん、こんばんは。こんばんは。あゆりおの卒業まであと少しですね。あゆのアイドル人生を初期から知ってるから最近寂しい思いしかないです、しょぼん。さあ、こんな寂しい話から楽しい話に変えてお題ですが、何年前か忘れたけど、ミルクセーキでハロウィンコスプレイベントがあって、某ドンキーでドナルドの顔の被り物だけ買って、それを被り誰と言われたのをすっごく覚えています。誰よ、悲しいな。でも被り物被ってるから顔が分かんないのか、うん、絶対分からんわ、誰ってなるわ。でもなんか自分的にはよし今日ハロウィンだしって、これでいい、これにするかみたいな感じで被ってたら誰って言ってた。あのイリップですってな。悲しい。ドナルドってどっちだろう、ランランルーの方かな。あ、どっちかな。ディズニーの方か、ディズニーの方か、違う違うか、あの大統領の方か。いや、それはない、それはない。それ昔や、それはない。そうか、あ、ランランルーの方じゃない。そんな記憶はないもん、そんな人が来た。で、ランランルーでもない。え、嘘、ディズニー、ペンギンじゃないよね。なんでペンギンできる。あ、いるいる、多分そっちじゃないかな。ランランルーも来た記憶がない私の。え、ランランルーとマックのやつはあれドイツ人、一緒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 。ランランルーがマックの人だ。うん、でも私はランランルーって言ったらもうマシェのランしか出てこない。でもあれ怖いんでしょ、ランランルーって。そうそうそう、ランランルーみたいな、うん、なんかさ、動くメモ帳でさ、流行らなかった。流行った BS の、
なんか動くメモ帳でランランルーランランルーみたいな、うん、なんかでもそれがチクチク言葉になったけど、ね、そうそうあ、そうなの、ランランルーって言ったらダメか、そう言ったらダメな言葉なの、もうなんか勝手に作って、その小学生とかが悪口みたいな感じで作っちゃって、うんうん、あ悪口なんだ、そう、そうそう、私言われたら死んじゃうみたいなことごめん、私ちょっと分かってない、怖いやつなんでしょ、あの違う違う違う、あいやあのほらあのなんか映画のやつなんでしょ、え、そうなんだ、違うの、違う違う違う、なんかドナルドの魔法の言葉なんですよあれは、で CM でドナルドは嬉しくなるとついやっちゃうんだ、みんなも一緒にやってみようよ、ランランルーってなんかやってたんですよ、ラビに、なんでそれが怖い話、なんかそのランランルーを聞いたら死んじゃうみたいなやつじゃない、違う違うの、なんか動くエモチョウみたいな、それは勝手に作られた設定なんよ、動くエモチョウで、そのドナルドが赤と白じゃないですか構成されてるのが、うんうん、動くエモチョウって黒青赤白しか使えなくて、うん、ドナルドが一番いいとなって、それで動くメモ帳でキャラクターとして使われよって、ランランルーって言ったらみんなが爆発して、うんうんうん、めっちゃ弾け飛ぶんですよ、みんなをやっつける魔法の呪文みたいになって、うんうんうん、小学生とかがランランルーを乱用するようになって、うん、先生がもう言わないってなって、うん、そうなんだ、裏の意味とかを勝手につけ始めて、あいつランランルーとか言い出して、そうそうそう、そういうことなんだ、昔の人とかちょっと前の人からしたら、ただのランランルーはドナルドの挨拶っていう解釈、うん、もっと多分私も昔の人だからそれ知らないもん、あランランルー、ランランルー、ドナルドがランランルーやってるのを知らないもん、え、キラあれで完全に怖い話だった、それランランルーはなんか都市伝説ぐらいのあれやった、なんか勝手に改変されとる、そうで、なんかキラあれやった、忘れもしない、なんか友達の家に行ったらそのランランルーのめっちゃ怖い動画があるんよ、なんか、うん、それを見せられてめっちゃ怖かった、本当に怖い、なんかね、あんまあれは急に来るドナルドじゃない、なんか暗闇から急に回ってきて、そうで回ってきてずっとランランルーランランルーって言ってみたいなやつがあって、それ見せられて、え、怖い怖い怖い、無理無理無理ってなって、流行った流行った、もう無理になった、あ、それは見たことあるかもしれん、そう、あの絶対に驚いてはいけないみたいな、あああのね、今ラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいのは、あゆは何の話かも分かってないのに、とりあえず怖いと思ってキラに抱かれていた。キラに抱かれるあゆちゃん、そして不安そうな顔をしている、真ん中に入れて真ん中に入れてってめっちゃ小さい声で言いながら来た。背後が怖いから、それ知らない、そうなんだ、そうだよ、そうかわいそうとなると本当だよ、あんなに陽気な感じの人なのに、それがまた怖いよね、うん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 、いやん、いやんだな、でもなんかハロウィンにはぴったりじゃないですか、いいんじゃない、うん、あのランランルーしたらいいと思う、今年はランランルーで、うん、私はそっちのドナルド、ちゃんと白塗りで、うん、あゆちゃんがガチで言うとライブでそれで来られたら出禁にしちゃう、え、怖くなるからじゃあダメだそうです、ダメでした、ダメでした、はい、次いきます、はい、どうぞ、怖いしラジオネームひろやきさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ミルキーの皆さん、天の声さん、こんばんは、こんばんは、あゆちゃん、りおちゃん、グループ卒業おめでとうございます、卒業してもあゆちゃんとりおちゃんのことは忘れません、ハロウィンの思い出は昨年ビファーレン長崎 VS ツエーゲン金沢戦の時に、ハロウィンのイベントでビファーレン長崎の選手の仮装した姿のパネルが設置されて、ハロウィン限定スタジアムグルメもあって楽しかったです、え、めっちゃいいね、それなんか選手のさ仮装した姿のパネルとか、どんなやつだったんだろう、ファンはさ、うん、嬉しいよね、やし、スタジアムグルメとかめっちゃいいの食べた、かぼちゃばっかかな、オレンジとか、うん、オレンジかぼちゃ、オレンジかぼちゃ、ハロウィンのご飯って何なんだろう、かぼちゃ、でもあれはさ食べ物じゃないよね、パンプキンパイとか、うん、でもパンプキンパイとかなんだ、もともと収穫祭みたいなやつだから、うんうんうん、結構かぼちゃとかお芋とか、収穫祭でしたっけハロウィンって、11月のやつじゃないですか、収穫祭なんか死者の復活祝いみたいな、うん、お盆みたいな感じやろ、うん、なんか収穫祭ってあれハーベストみたいな、あ、そうか、それは11月か、11月収穫祭か、でもめっちゃでかいかぼちゃ作ってるよ、なんかそのかぼちゃでかいの育て大会みたいなやつあるから、あるある、なんて言うんだっけあのかぼちゃのこと、ジャックオーランタン、なんかジャックオーランタン、ジャックオーランタンじゃないやつやろ、まだジャックオーランタンになってないやつ、うん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 、ジャコ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 、一気にご飯に乗っけるやつ美味しいやつ、美味しいやつね、でも皆さんはどうですかハロウィンの思い出というハ
ハロウィンの思い出、いや、めっちゃハロウィン毎年大好きなんですよ。そうよね、もう超大好き。合法的にコスプレして歩いていい日じゃないですか、うん、もう大好きで、違法じゃないけどね。いやでも普段歩いとったらあいつなんなんなっちゃうじゃん、うんうんうん、で毎年めっちゃ考えよってガングルやるした年があって、うん、めっちゃ楽しかったんですよ本当に。ネックストラップからジャラジャラいっぱい キーホルダーとか携帯ガラケーぶら下げて、写真見た。そうで、キティちゃんのピンクのヒョウ柄の着ぐるみみたいなやつ着て歩いてたんですけど、もう友達と一緒にやって、もう顔めっちゃ痒くなるの、あのガングルのやつ塗ったら痒いし。あれ何塗ってんの？あれはなんか黒人さん用の舞台メイクのファンデーションをネットで買って、でそれをあのなんかバーみたいなやつ、バームバーみたいなやつになってて、それを顔にぬりぬりぬりってして触ったら取れるんですよ。だから痒くても描いたら取れるけん、意地でも我慢して耐えて、で白いところはポスカで塗ってみたいな。そう、ポスカ、そう、ガングロギャルが YouTube でポスカで塗るって言ってたんで、ポスカで塗って、肌荒れしそう。そう、超大変だった。あの化粧落としシートが何枚やっても足りん全部真っ黒になっていくみたいな。すごい、めっちゃ楽しい。あのリオのさ、そのハロウィンのやつでさ、うん、好きなやつがさ、でなんかさ、それ花嫁かな、なんかさ、うん、めっちゃ怖いゾンビのあれをさ、あ、怖い怖い、あるある、した時になんか友達とやって、友達は普通に仮装してなくて、うん、でサンマルク一緒に行って、あ、そうそうそう、めっちゃ怖いグロいのと普通の人とでなんかパフェ食べたみたいな感じがあって、それがめっちゃ好き。めちゃくちゃ顔色悪いゾンビがパフェ食ってるで、隣の人普通の人の、そうそうそう普通の会話しながらパフェ食べよったけどじゃあテンションの低いあゆちゃんどうですか？めっちゃテンション低い。わかんないもん。もうハロウィンが嫌いになりそう。去年とハロウィンさ、地味ハロウィンやったからさ、楽しかったよね。あ、うん、去年地味ハロウィンやったね。そう、なんか体操服着て鼻血出しててでも父がないから、なんか本当に小学生だった懐かしい。何してたの去年？去年はね、友達とねコスプレしようっていう打ち合わせを9月頃からやってたけど、うん、結局しなかった去年平日やったっけ、コスプレの当日は。イベント見るためってこと？いや違う、そのハロウィンが、うん、平日だった気がする。平日やったよね。でそのみんなその前の週の週末とかにしよったよね、うん、そうそうそう、もう本末転倒やみたいな感じしよったけど、いや、いろいろあったよ去年。何が流行っとったんやろうな去年。何がいた？その前はなんかハーレークイーンがいっぱいいたじゃん。あ、うんうん、今年何が流行るんやろ。去年何やったか覚えてない。え、去年は地味ハロウィンじゃないの？地味ハロウィン、あ、違う違う、世間的に、世間に、そういうコスプレが流行ったか。でもなんかさ、ニュースとかそういうの見てたらさ、なんかハロウィンに乗っかってなんか乳出して露出してるだけやみたいな人たちを見ると、あ、頑張ってるなってなる。でもさ、めっちゃ寒いよ10月末とかさ、風邪ひくぞってなるよね。頑張ってる。なんか浴びたいつとかすごい短いの入って、なんかめっちゃ衝撃受けたのが、なんかさ、事件現場にさ、テープ貼ってあるやん。 あれのなんか外国のテープみたいなやつを体に、上半身胸だけと下半身めっちゃ短くで巻き、なんか多分それが感じの洋服になってるんやろうけど、なんか女の人、それのどこが仮装なのってそれならそのテープになれよって思ってもう全部ねすごいね、何でもありよ。でも本当に仮装というのの何でもありだよね、なんならちょっとさ、なんか出ててもさ大丈夫そうだもんね、これも仮装なんで、全裸の仮装ですって言えばさ、服の上に例えばなんかね書いたりして、これは全裸の仮装ですって言えば全裸の仮装になるからさ、危ない人がちょっと出てくるやつ、そう、怖い怖い、取り締まり難しそう。脱ぎたいだけなの？そういう人ね、もうなんか体見せつけアピールマンみたいな、うんうんうん、インスタ映えみたいな、怖い怖い怖い。え、さち、楽しいハロウィンの話して。楽しいハロウィンの話、うん、難しいけど、でもなんかさちめっちゃ楽しいんです、うん、楽しいハロウィン、うん、え、でもマジ本当にハロウィンが嫌いな時期があったの本当に。なんで？そのアニメのコスプレをして仮装っていう人 が苦手。なんか別にいい、その人が嫌いになるとかじゃないけど、その行為自体が苦手。なんか仲いい友達がそれをしてたからって嫌いにはならないけど、っていう話で、え、なんかそれはハロウィンじゃないだろ。そう、なんか死者でもないし、ね、そう、なんかね、ただセーラームーンのコスプレを5人揃ってやって、セーラームーンです、カルビンのコスプレです、仮装です、え、どこがってなるみたいな。それは普通のコスプレじゃん。そう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 、だからなんかせめてこう傷だらけであるとかさ、なんかハロウィン感、だからなんか血がいっぱいとかね、負けまくったセーラームーンだったらいい。そう、まだまだまだ許せる、やられてるセーラームーン。だけど私はちゃんとなんか自分のポリシーにのっとったコスプレをするぞと思って、絶対なんか傷だらけになってた。この前もあれだよね、あの
なんだっけシスターもめっちゃ病んでたもんね。そう去年もあざだらけだったしなんかキズメイクとかは好きだったから。あでもやるの楽しいよね。やるの好きだった。作っていく段階でお傷っぽくなってきたなみたいなのが楽しいやん、うんうん、帰りがめっちゃあもう見ないでってなる。めっちゃ恥ずかしくなる。マスク必須よ今年いいね、みんなマスクできる。そうやん、みんなマスクしてる。マスクしてるけん口先はないやって私綺麗ってめっちゃいいやん。できるやん、ちゃんとできるね、うん、みんなそれやりそうやね。みんなみんなそう、これ今年はそれが流行るよ。マスク外さなくない、うん、だけマスクの上からなんかとか、ね、みんなするかなあれやろう、フェイスシールド。あフェイスシールドを塗ってみたいな。なんかさ、いいの思いついた。フェイスシールドでインスタの加工がすでについてる仮装とか。なんか犬の絵とか描いとってつけたら加工変えれますみたいな。キラキラとか。それしよる人も悪くないけど。そうなの。マジで。とかそれをめっちゃ可愛く周りシールとかキラキラつけたりとかして可愛くしてる。フェイスシールドってことやろ。そうそうそう。あそれは見たことある。いやドンってあのピエンの顔面とかにしたい。ああそう。いそうね。ピエやりそうだね。ピエいそうやね。ピエおりそう。でまたシンプルにピエロとか普通になんか TikTok とか見ててもさ、うん、ピエロしてる人いっぱいいる。簡単だからかな。うん、ありがちやもんね。いやでもいいなハロウィン大好き。いやいろいろしたい。あの顔なしもしたいし。ディオの顔なし似合うよね。そう絶対似合うと思う。なんかあの走り回りたい顔なし。顔なしに似合うもんあれもないよ。さ顔ない。駆け回る駆け回る。せや顔ないや。顔ない。えガチな顔なししてここがあのお腹が顔なし。あちゃんとシャックつけて。あいいね。あれでも3人ぐらい入らんと。大きくなった顔なしやろ。あれ一人じゃ無理よね。大きくならんでいかん。カエルもいなきゃ。カエルも。バロンバロンをカエルつけて。お面つけさせて。そうそうそう引っ張って紐で。いやでもみんなで一つの仮装するのも面白そうじゃない？世界観で、そう世界観で、まあポニョならポニョみたいな、トトロみたいな、そうでトトロの顔、なんか右手担当、左手担当みたいな、五人で一つになるの？一人分？そう一人分。顔なしを5人でやるみたいな。じゃあみんなで一番でっかくなった顔なしやろうよやりたいやりたい。あとあの変な神様、千と千尋に出てくる泥の神様、あー腐れ神様、腐れ神様とかさ、みんなでこうぐっちゃぐちゃになってちゃんとさ米もさシュワーって嫌だそれ。私後片付けが大変やりたい、ドロドロ焼きでっかいやつやりたい。お客様とって許せぬ方ね。湯婆婆がそれみたいな。いやいいなー。いや宮崎駿さんの世界は絵になるよね。絵になる絵になる。だけなんか巨神兵しとる人おったもん前、めっちゃすごかった。一人でやってる、ドロドロのやつもちゃんと作っとって、なんか竹馬、みたいに乗って、手も長いのつけて木の板でどん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 四足歩行してた人間なのに。全員でオウムになればいいじゃん。あきちゃダメーじゃないか。それできそう、うん、できる。あとなんかハウルの奥城の城とか。いやきつきつ下の人きつめっちゃ。ほら今あのほぼ宮崎駿アニメを全部見たことのないあゆちゃんが大手きぼりになってる。わかんない。ディズニーだったらいいよ。シンデレラ城。城。動けんやないか。城。みんなでさ誰か一人ラプンツェルの本体やってあとみんな髪の毛やる。あのもう金の網タイツなんで全身タイツ着てであのちゃんと三つ編みみたいなの描いて。描いて。ついていくの。でお花貼って寝るだけ。寝てこうちょっとこうウェーブ。絡まっちゃう。ちゃんとこうしてついていくな。抱かれてどこからよ。解くの大変。育児になればいい。なんなら全身にビッグの髪の毛貼り付ければいい。めっちゃお金かかるよ。怖っ。それやりたい。楽しそうね。全然。ラプンツェル面白いな。みんな合体技おもろいな。合体技おもろい。でもそれ一瞬しかできんよ。一瞬。でも絶対バズるよ。バズるバズる。だって解散した後どうするんよ。それでバズる。それもそれでバズる。じゃあ解散。バイバイって髪の毛散らばっていくよ。普通にバッグ持って帰る。バイバイ。髪の毛。怖い。やだやだマジで。さてそろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので気軽にどん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 送ってください。待ってます。それではここで1曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキでミッドナイトモノローグ。
私愛がミルクセーキの告知をさせていただきます。明日17日土曜日は長崎市のメトロ書店さんにてインストアライブが15時からあります。そして翌日18日日曜日は撮影会と夜にはトークポートがあります。やったやった。なんかさ久しぶりにさ、なんか最近さ土曜日だけとか日曜日だけとかやったけどさ、うん、土日どっちもさなんか活動があるから、うん、嬉しい。やったね。日曜は夜もトークポートがあるのでね、ビデオ通話もしもしっこもし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 っこをしましょう。もし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 ミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。